演技を終えた山下真子選手にお越しいただきました。お疲れ様でした。ありがとうございました。まずフリーの演技を振り返っていただけますか。やっぱり後半になると、まずアクセルで最初のあれっていう失敗をしてしまって、自分でもいつもあんまり失敗しないジャンプなのでおかしいなって思って、その後も後半になるにつれて少し疲れてしまって思うように動けず、自分の分準備不足かなっていうふうに思います。全日本初めての最終グループでの滑走となりましたけれども、滑り始める前どういった思いで滑りましたか。最終グループだからとかそういう考えはなくて、メンバーも結構いつものメンバーというか、よく一緒に滑る人たちだったので、そんなにあこっち来るとかそういうとこは気にならずに滑れました。演技が終わった後、山田真知子コーチからどんな言葉をかけられましたか。真知子先生からは、まあ、アクセルがっていうこととフリップが乗る位置が違ったよっていう感じで言われました。シニア2シーズン目ですけれども、今シーズン怪我から始まったシーズンでした。その中で感じた成長というのはどういったあたりですか。怪我をしてうまく練習ができなくて気持ちも落ち込んでいたんですが、徐々に良くなってきて気持ちも頑張ろうっていう風に思えたので、やっぱり怪我をしないことが一番重要だと思います。ありがとうございました。